さっきあれじゃん、うん、ミヤガソの話途中だったの。はい、ミヤガソの話ちょっとそうだ。ミヤガソでなんかジャキグラセブル。ジャキバセブルは面白いけど、俺も見たことないかな。あ、見たことない。見たことないです。すごいよ、こんな層があるんだよ。赤なのか。あ、風呂を入れ替えてくんなかったっていう。ずっとタコロワ、はい、その高井戸の飛行士のところに宮さんが通って、で、いくら通ってもなんないから、この縁が。まあそこの霊が落ちるっていうので、アンドレ様が緑色の風呂につけられる。うわ、それバスクリーンじゃなくて違う緑ってこと。まあバスクリーンも入ってると思う。あ、入ってると思う。要するに、あ、本当に緑なんですね。だからなんかこの周りにいる人間から邪気をもらってるから、ここに通ってもダメだっていうので、だから皆さんにこのお風呂に入って、このバスクリーンの風呂に入って、あの清めてもらってくださいって、それでこの僕らがそのお風呂に焚いて、でこう若手はみんな、だからもう先輩の言うことだから聞かざるを得ないんで、このお湯を1ヶ月ぐらい変えないで入れる風呂にみんな入れられて、そしたらもうそのジャキ風呂水っていうジャキ風呂に結構なんかその入れてるものの層が1ヶ月だからこれぐらい溜まるわけよ、赤も含めてみんなの赤も、それにずっと入れられて、でもそれでも、みんな入れてるけど、って。で、俺はほら、そんな先輩後輩ないから、俺は銭湯行くわけよ。銭湯なり。あれ、アンデル入ってなかったですか。俺は入らないよ。お前、そんな風呂入れるか。こんな風呂入れねえよ、俺は。って。だから俺は銭湯行ったりとか、あの道場の。ああ、でいいわけじゃん。で、それで、いや、その、じゃあ、皆さんではないとしたら、この、ここまで来る間、電車で来てると、そこでみんなから悪い邪気をもらって、それでもうなってんじゃねえかとか、じゃあ先生、俺のところに来て先生頼むときは先生、頼むときは皆さんが先生先生、一生のお礼です。先生のバイクで高いところで送り迎えをしていただけないですか。それでもう、って何だ、前の前バイクでずっと、それからバイクで送り迎えするようになって、でそれでまあしばらく送り迎えしてるわけよ、まあ邪気を電車と移っちゃうから、電車だって人の悪い気を受けちゃうから、だから俺はもうだからほらバイクだと風を受けてみんな慣れるから悪い邪気がという先生の説明で、まあだからバイクだったら OK だ、バイクだったら OK です、なんで俺お願いされてね、やっぱり別に行きたいわけでもないし、高井戸まで、世田谷から高井戸までずっとバイクで送り迎えして、でもそれでも、変なもん、何がおかしいぞ、何がおかしいぞ、いや、それひょっとしたら、じゃあ、安城君から、先生から、安城君から悪い気は出てない、でも俺はいくら頼まれても、その座席寄せ風呂に入らないわけじゃん。だからそれで、わかんないけど、俺がなんか寝静まってることに、このザキグラセ風呂のこのお湯を台所で沸かして、で、寝てる俺のところ、この湯気をなんか、不通しみたいに湯気を俺で、なんか俺も一人気合いで、ちょっと目が覚めたら、宮さんがこんなことしてんの、俺の体の宮さん、何やってんすか、ちょっとやばい、ちょっとやばいだったら、いや、あーってコントですね、それちょっとおかしくないかって、俺散々頼まれてこのバイクで送り迎えまでして、で、結局の根源は俺かいみたいな、こんな扱いを上での人間をにすごい、いや結局治らなかったんですよ、結局治らなかった、まあそうですよね、まあそりゃそうだよね、今バレた後に、この俺と宮さんの部屋内に透かし彫りみたいなのが、ああ昔の昔の古い、まあ、隙間あるわけな、はい、そこの間にこう札お前敵なんだか味方なんだかよ、お前ふざけんじゃねえよって、こんだけやった人間は清い人間に決まってんだろって、俺のためにって何の見返りもなく送り迎えして、それでこんな扱いで、お札まで、お札まで貼られた、挑戦はないですね、もう挑戦。でもやっぱり強かったですか、相当。
もうそれも分かんないまま、それも分かんないって、うん、だってあんな中で、いやね、あれなんですよ、あの選手って例えば本当睡眠が3時間でいってなんかやる気がないとか、うん、気持ちが乗ってないだけでも大きく勝っちゃうんで、なんかね、それはすごいんですよね、練習でも。だから、まあ、そこがね、あんまりじゃあすごかったねと、だベストコンディションだったら多分言えると思うんですよね、あ、強かったよとか。それじゃないとね、難しいっすよね。でもそれが試合だったらまだ言いざるを得ないところもあると思うんですよ、うん、それはもう自分の責任だから。でも違う、聞いてると違うんで、ちょっと悔しいっすよ、そこね。ちゃんとギャラもらいたかったなぁ。でしょうね。ああ、そういうことですね。そういうことじゃん。でも、日本人でヒクソンと戦ってる人って数人しかいないんで、それは伝説の人になりましたけどね。その中に入ってるのは、だってグレイシーとやる時点ですごい特別な人しかいないんで、うん、まあ昔はまた違うからね、うん、もうそういう感覚じゃないもん。そうですよね。でもアンジュさん特にそうだ、感覚全然違うもん。グラウンドで人を殴るの、そうですよね、もうだけ特に、うん、ああ確かに、それ僕思いました。ありえないと思った、試合の成立は、ね、だから、うん、だからいくら120キロの人でも、うん、足換取れれば勝てるなって思ってたもんね、うん、そうですね。だからスパーリングとかだったら、ロシア人だろうがアメリカ人だろうが120キロだろうが、うん、まあ別にいいなっていう、うん、でもその感覚の中でいや、尿酸になって顔面殴っていいって言ったら、それはちょっと話変わるなって思うんだよな。やって本当怖いなと思った人っているんですか？怖いな。安さんはちなみにいなかったらしいですけど。怖いな。怖い。怖いわ、だって命まで取られると思ってねえから。でもチャンプだったら怖いんじゃないですか？チャンプは全然。チャンプはもうだって別にそんな怖くないけど。怖くないけど、蹴られた瞬間ビビった。ちょっとやっぱすごいな。あのこのローキックを蹴られた時にこのそれはやばいですよね。あの骨を伝わってこの背骨までピーンって電気が来たの。それは分かる。やっぱそうなんですね。それはそうです。はあみたいな。でも試合でそれ感じるのは横だね。骨伝導でなんかこの太ももなのにこの電気がここまでピーンって来た。だからでもこれは痛くないのよ、足が、はいはいはい、足が痛くなったのは翌日から。その時はこの骨伝導したイメージしか残ってないから、だからその後ローキック受けても別に痛くないわけ。ああ1回目の骨伝導はびっくりした。まあ試合終わったら大変なこと。その後はやっぱり1回座ったら立てねえじゃねえか、本当に立てなくなって本当そうですよね。うん、2週間ぐらいなんか俺立てなくなって、だってみんな安さんとゲリグッドリッチも、うん、安さんすごい人あんな粘ってって言うけど、うん、入院してますからね、1週間ぐらい、うん、動けなくて。優しそうだね。そうです、みんなそうですよ、うん、動けなくなるよ、1週間ぐらい動けないです。こいつら勝てる勝てないとかどうなんだろうとか、そういう考えると思うんですけど、うん、そういう想像ではどうだったんですかね。そういう想像だと UWF のルールだったら負けるやつはそんな想像つかない。えだって、あ、そういう感覚でいたんですね。だってルール違うじゃん。いやいや、ですけど、うん、まあ打撃もあって関節もあって、田村さんでもやったら俺勝つよって事情あったんですね。あ、何、日本人も含めて。もちろんです。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ、うん、ただ俺が想像してたらみんな俺よりでかい外人120キロのそっち側に外人と戦って勝てるかどうかって言ったら、うん、じゃあユーインタールールだったら勝つ、うん、俺はずっと思ってた。ただ今みたいに総合で120キロに押し込まれて殴られてしたらまた違う。だからそんなこと俺想像してないもん。そうですね、当時は、うん、当時は総合そこまでないじゃん、うん、バリトゥードっていうのがないわけ、うん、だって体重が低い人間が、まあ、下からの関節だったらなんとかなる。そうですね、っていうだけの話で、うん、向こうもそんな関節知らないから、うん、だからでかい外人とやっても別に怖さはゼロだった、うん、当時は。久しぶりにスラリーってやってる、初対面のやつやって、すごいですね。いや、あれはすごかったなと思いました。でもあれ、安城さんだからやらされたんだと思う。まあそうですね、他の人だったら多分中野さん出すわけでもないし、宮さんが出るわけでもない。だから安城さんってすごいベテランなのに出るっていう役目もあるって、フロントでもあり出る役って結構忙しいですよね。ちゃんと大事な役目だったんです。ちゃんと強かった、強かったんですね。
で、安城さんが出れば勝てばもう絶対儲けもんだし、水に負けたところでそういうとこですよね。ただの、だからやっぱみんなが負けたらその映像で、うん、この日本の大会で使えるから、うん、負けても別に痛くないじゃん。大変な役目ですね。いや大変、安城さんが一番本人的には面白くなかったと思う。その時はね、でもそれ楽しいわけじゃん。別にそんな負ける気はないよから、そのルールでやれる分に。ああ強さの測りが普通で変わっちゃったから戸惑っちゃうわけ。グランドね、顔面殴っていいの、僕も見ました最初。そんなで試合成立できるの、ね、できますけどね。今はなんか成立するようになったからいいけど、無理だと思います、うん。急に言われたら分かんないよ、ね、分かんないですね、うん。なるほど。だから多和さんもだからその測りでいたら、まあそうですね、ちゃんと強いわけなのに、うん、測りが急に多和さん変わったから、うん、多和さんの評価がなんか変になってる。だから俺ら U インターの人間はみんな多和さん強いと思ってるのは当たり前のことだよ。あのルールでやれば多和さんほど強い人間はいないわ。なる。でも急に測りが変わってグラウンドで殴っていいよってなったら、うん、それに合わせて多和さんの評価までもこう落ちちゃうっていうのは、それはもう測り方しかない。まあそうですね、うん。ちなみにその U インターの時のね、あのプロレスやっぱりそのまあいろんなファン巻き込んでやってましたけど、高田さんがトップにいるじゃないですか、うん。今芸能界で高田さんがやっぱりいるじゃないですか、うん。あれってアットさんから見るとどこ見るんですか。当然なのか。当然でしょ。だって人間力、高田さんのこれすごいな。そのパワーから言ったら別にプロレス界にとどまるような方じゃないですよね。人のここの強さから言ったら。あ、でも全然違和感ないってことですね。何にも違和感ないですよ。へぇー。川さんがテレビ出て面白い。当たり前。面白い。当たり前ってんじゃん。へぇー。テレビ出た瞬間に、なかなかこう、新人からってイメージがあるけども、うん、テレビでも活躍してんだみたいな。うん、全然違和感感じないですね。うん、普通に。母さん生まれながらさ、何やっても多分さ、なったと思う。佐賀さんとか武藤さんとか船木さんはやっぱり、どの世代いても多分何かしらでさ、になったと思う。でも実際プロレスラーって括りでは、佐賀さんはすごいです。すごいでしょ。この括りなしでスターになれる人間って言ったら、俺今挙げた3人は、なっただろうな。だからこの人たちには絶対勝てないって俺は思った。なんか違うんですね。でもそれでも勝てると思ってたのは鈴木みのるだから。この3人で勝てると思ったの。その鈴木みのるの強さっていうのは、俺はすごいと思う。でも鈴木さんの今の若い子たちの支持ってやっぱり負けてないですよ、確かに。まあそういう意味では、だから自分を信じる力っていうのは、鈴木みのるがすごく一番持ってたな。そこは大事ですね、うん。俺は自分にはそこまでないもん。うん、俺客圧が落ちたらどうしようって心配しかないもん、その時は。自分を信じてそこまで行った。自分を信じてそこまで行った人間だ。大したもんですよね。それは大したもんですよ。だからそういう意味では安城さんは、まあ、高田さんみたいな感覚は全く鈴さんになくて。普通の人間っていう。普通の人間なのに、なんでそこまで自分を信じられんのかなっていう風に見てたから。その結果が今ですね。結果が、でも結果出してるからすげえな。すごいですよね。それに対しては素直に、すげえな鈴木みのるっていう風景を俺は思ってる。でも僕、須藤元気に思ったものと一緒かもしれないですね。近いところであると。須藤君はずっと僕は元気すごいですよね。フラバカの、フリーの時から二十歳から来て、体育館で来て、あんなのすごいなって。村馬鹿の名付け親でしょ。一緒にやったんで。そうなんですよ。まあ大したもんですよね。彼も自分を信じる力すごいでしょ。そうですそうです、すごいです。確かにそうですね、そういう、じゃあ同じ感覚かもしれない。須藤君も、まあすごいですよ、狙ってやるってこれ難しいですから。すごい。でも高田さん狙ってないと思います。本当のスター、本当さ、狙わなくても、みんながこうわーって、それはね、本当さ、本当のスターはね、本当のスターは一瞬見たらわかるもん。近くで見たらもう
違いすぎる。近くで見たらわかる、うん、すごいですねこれね。寺田さんも初めからスターですよね。初めからスターよく考えたら。そうでしょ。これはどういう見出し、長州力ってやったら上がるんですけど、これ何やろ、ヒクソンに行くしかないの。そうですね、この中だと相手もヒクソンでしょ。ヒクソン間違いない。でこんな感じですかね。今日はありがとうございました。本当にちょっとまとまるかわからないんですけど、本当に今日はありがとうございます。本当にありがとうございました。